神宮寺ゆうタと平野市を、シンガポール植物園での自撮りがファンを魅了。数日前、ブームバーアイ、ナンバーアイの人気メンバー、神宮寺ゆうタが自身のインスタグラムを更新し、シンガポールの植物園での楽しい1日を過ごした瞬間をファンと共有しました。 彼の投稿には、同じく人気アイドルである平野耀との字取り、写真が登場し、多くのファンから賞賛と反響を受けました。今回の記事では、神宮寺勇太と平野耀のシンガポール植物園でのエピソードについて詳しく探求し、その魅力に迫ります。神宮寺勇太と平野耀、その名前は日本の音楽業界やアイドルファンにとっては馴染み深い存在です。 彼らはそれぞれのグループで成功を収める一方で、個々の活動も精力的に行っています。そして、この二人のアイドルがシンガポールの植物園で過ごしたひとときが、ファンに大きな感動を与えました。神宮寺雄太は、自身のインスタグラムで、植物園に行ったよ、というコメントとともに、シンガポール植物園での写真を6枚投稿しました。その中には、 共演者である平野仕様との自撮り写真が4枚含まれており、その中でも最後の写真がなんか好きなのよ、とお気に入りの写真を公開しました。この投稿に対して平野仕様も最後の写真は初めての自殺リカネ、とコメントを返し、ファンたちを楽しませました。この投稿が話題となった理由は、 二人のアイドルが普段とは異なる場所でリラックスし、楽しいひとときを過ごしたことが伝わるからです。ファンからは、二人の自撮りがすごい可愛い、楽しかったのが伝わるね、といった声が多数寄せられ、その反響は驚くほどのものでした。シンガポール植物園とは、シンガポールの自然と植物を楽しむための美しい公園であり、多くの観光客や地元の住民に親しまれています。 神宮寺雄太と平野志洋がこの場所で楽しいひと時を過ごしたことは彼らのファンにとって特別な瞬間となりました。この記事ではシンガポール植物園でのエピソードをさらに詳しく探求しファンにその魅力を伝えます。シンガポール植物園自然と美しさの楽園シンガポール植物園はシンガポールの中心地に位置しその美しさと多様性で知られています。 この広大な公園はシンガポール政府が自然環境を保護し観光名所として整備したもので多くの訪問者が訪れます。植物園は植物学者や自然愛好者にとっても魅力的な場所であり、世界中からの多くの植物が収集展示されています。その内には6000を超える植物種があり、その美しさは訪れる人々を魅了しています。 また、広大な敷地内には美しい池や風景が広がり、訪れる人々にリラックスとアウトドアの楽しみを提供しています。この美しい環境で、神宮寺ゆうタと平野潮は素晴らしいひとときを楽しんだようです。彼らの写真からは、植物園の自然美と、二人が楽しい時間を共有していたことが伝わってきます。アイドルたちのファンにとって、 彼らがリラックスし、自然の中で楽しむ姿を見ることは、特別な瞬間となったのでしょう。神宮寺雄太と平野耀、日本のアイドル界の宝物神宮寺雄太と平野耀は、共に日本のアイドル界で非常に成功を収めている実力派のアーティストです。それぞれのグループで活動しながらも、個人としても多くのファンに支持されています。以下では、 彼らのキャリアと成功について簡単に見てみましょう。神宮寺雄太は、ルームバーアイというグループの一員として、ダンスやボーカルの才能でファンを魅了しています。彼はその明るいパーソナリティと熱心な姿勢で知られており、多くの若者にインスピレーションを与えています。彼の音楽活動に対する情熱は、 彼がどれだけの成功を収めているかを物語っています。一方、平野耀は人気グループキングプリンスへのメンバーとして歌手としてのキャリアを築いてきました。彼の甘い歌声と魅力的なルックスは多くのファンを魅了し、彼は日本国内だけでなく国外でも広範囲に支持されています。 ファンの声、神宮寺雄太と平野耀の魅力、神宮寺雄太と平野耀のファンたちは、彼らのアイドル活動と人間性に魅了されています。彼らは、自然な笑顔や明るいパーソナリティでファンとの距離を縮め、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。 両者の交流が SNS へで公開されたとき、ファンはその友情と楽しさに感動し、その温かさを称賛しました。このようなアイドルたちのファンとの絆は、彼らの成功の一部であり、その絆が彼らの人気を支えています。ファンの声からも、神宮寺雄太と平野志洋が彼らの日常生活でどれだけ大切な存在であるかが伝わってきます。 神宮寺ユー太と平野市用のシンガポール植物園での楽しいひとときは彼らのファンにとって特別な瞬間となりました。自然の美しさとアイドルたちの明るい笑顔が融合したこの投稿は多くの人々に心を温かくし笑顔を与えました。両者のファンは 彼らの活動と交流から多くの感動を受けており、その絆は彼らの成功と人気を支えています。神宮寺雄太と平野紫耀の明るい未来を楽しみにしつつ、彼らの今後の活躍に期待したいと思います。